できるわ、はい、これぐらいも全然まだ全然全然いけます。あのおじさんに投げてこう振って、あ、そう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 、これ平田さんと一緒に仕事をしている関係者に取材したところですね、現場でのいたずらが過ぎるという証言が多々集まりました、はい、これ平田さん、はい、本当なんですかこれは。そうですね、いたずらは自覚ありますか、いたずらしてるという。はい、あります。やばいですよこれ。まず配送した新しい iPad の箱をですね、顔と指紋で、あの顔認証指紋認証を登録なんかそのプロデューサーさん、ちょっとなんだろう、してほしそうな、そうなんですよ、まあ、だからまあ期待さあ、取りまくり仕事をした帰り、電車の中でスマホのカメラロールヒット、おこれメイクさんのカメラロールに残っていたのはこんな写真だったそうです、はい、自分の写真これがもう200枚ぐらい、怖っ、あとフォルダーに集まっちゃうんで意味がないんで、意味がないんだ悪いねずっと全部、はい、カシャカシャカシャって撮って、もうみたいな、困ってる日は好きで、はい、びっくりすんねやろなとか、はい、いつ気づくんだろうなみたいな、悪質ですねこれは。かぶせても結構です、こうかぶせた、じゃあ我々はこうトークしてたらいいんかな、はい、いやーほんまね、なかなか出かけれるような時間、休みなんですか、休んだのは、ね、休みましたけど、これはなんか忙しかったし、いやそうです、正月 の、 あのお休みもらいまして、あそう、はい、そう休みもらった、あのよ、うえなかった、あ、臭いですねかけたのがちょっと嬉しくて、かけたのが嬉しい絶対傘をささない問題、さあ、ところによりますと平津さんが大雨降っていても絶対に傘をささないそう、めんどくさくてささないんですよね、めんどくさい、めんどくさいんです、はい、そんな平さあ平津さんと同じであるものをささないんですが、なんだかわかりますか、はい、それが消しゴムです。なんか分かんないでしょ。あれ今見た。あれ出てきた。すごい。だからもう小学生の時からっていうかそれぐらいできる。さあそれじゃあ行きましょう。ない。ない。ない。ある。今刺さってるか刺さってないかどっちでしょう。刺さってる。お前動かしたよ、動かしてないです、動かしてないです、中で動かしてる、本当にガチですごいです、はい、接待してるやん、パッと開けてほしいよね。